はい、というわけでどうも、マルトラです。今回はファンパレなんですけども、今日はですね、何やら新しいイベントの内容のなんかやつ来て見ていくんで、こちらというわけで、探索イベント、探検イベント、チキチキ呪骸探検隊シーズン1というわけで、これ以前の生放送でも発表されてましたけども、まあ、新機能ですね。明日金曜日15時より探検イベントチキチキ呪骸探検隊シーズン1開催いたしますというわけで、まあ、石1500個とか、あと本編の、かけら SSR とかなんかガチャチケとかなんかいろいろもらえるらしいです。はい、ちょっと見ていくんですけども、これ何や、これ全くわからないわ。探検イベントは分岐するルートを選択しながら報酬を獲得していくイベントですと。はい、メインクエストで各イベントなどの AP を消費するクエストで呪力電池を獲得し、好きなマスを選んで進みましょうというわけで、まあ、とりあえず今開催されてるこういう、マップイベントちゃうわ、こういうストーリーイベントとかでさ、ここをステージクリアしたらこれもらえるやん。この呪力の残絵、こんな感じの、これが、全まあダンジョンでもらえるっていうことかな。この呪力の、まあとりあえずAP 消費しまくって呪力の電池貯めようっていう、電池なんや、こいつらって電池で動くん？そうなん、こいつらって電化製品やったん？そうなんですね、それは知りませんでした。はい、なんか電池集めてなんかやっていくっていうやつらしいです。はい、まあ元凶戦みたいな感じやな。うん、どこでもええから AP 消費したらその都度アイテムもらえて、でイベントで消費しようっていう感じかな。開催期間は明日金曜日から、17日木曜日、結構長い間やりよるな。で、呪力電池、まあ、入手可能、いろいろメインクエストとか、これストーリーイベントで消費してもいけんのかな？まあ、ちょっとわからへんねんけど。まあ、とりあえず、バカみたいに周回して呪力電池貯めて、これ一マス進むごとになんか例えば知らんけども、電池100個とか、必要になってくるんですかね。ほんで全マス行ったらさっきの石1500個とかが回収できるっていうイベントちゃうかなと思うんですけども、うん、あ、分岐とかもあるんや。分岐するルートを選択して好きな報酬を獲得しよう、これそうですか。で、全部の報酬もらえるわけちゃうんや、人によってもらえる報酬が違ってくるってやつやな。ほんで書いてあるわ、電池100個とか電池200個とか、これ多分スタミナ1につき1個もらえると思うから、これスタミナ消費かなりどぎついことになってるんちゃう？そうやんな、1につき1個やんな。もう分からへんねんけど、1につき10個ぐらいやったらパンパンパンって進めんねんけどね。これ分岐全入手することできひんのか。ほー、まあ、これはちょっと、人によって、まあ、欲しいの違いますからね。まあ、全部欲しいんですけども。で、はい。まあ、特訓にっていう状況ですかね。はい。まあ、こんなイベント明日から来るいうわけなんですけども、これなんか面白そうやな。明日いきなりやってみるわ。